いい修行になったな。えい、今度はこれやっくり。ほらワクワクしてきたぞ。続けていくぞ。いい修行になったな。なんだこれやっくり。今のおめえならめくれ下場だ。どうしていいぞ。チーだ。どうぞ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 。どうWhat?
の力、いい感じだ。おっ、次、おめえなら楽勝だったな。これもやってみろ。十分慣れてきたみてえだな。さあ、どんどん行くぞ。あいつ、クローン？やべ、クリリンを狙ってる。早く助けねえと。
か。ん？あれ？ここは？どこだ？ブルマさんの飛行機？確かクローンが現れた原因を探っていたら急にめまいがして。ダメだ、そこから先は思い出せない。もしかして悟空が助けてくれたのか。ヒヒ、まだ。そっか、いつもありがとな。なんて、どなたってやべえときはいつもクリリンから全然もらってんだろ。悟空、さすがの俺もちょっと傷つくぜ。ところで全く覚えてないんだけど、クリリン、よく聞いてね。今い、というわけなのよ。そんなことがあったんですか。あの16号が生きてるなんて。よし、他のみんなも助けてやりたいし、俺も一緒に戦うぜな、ごく。ああ、もちろんだ。ちょっと待った、今のあんたたちはろくに力も出せないでしょ。あっちゃー、すっかり忘れてた。修行すりゃ少しはマシになりそう。え、それじゃあ俺は戦えないってことなんですか。思いつく方法はあるけど。というわけで、あんた孫君か。悟空の中にいるやつが俺にリンクするってことですか。いいから、二人とも試しに目を閉じてみて。さあ、そしてリンクしているあんた、クリリンの中に移動して。知らないやつが。やった、リンクする。これでみんな戦うことができるわね。なあ、じゃあリンクできる人は一人でも仲間が増える。確かに。まっか、もともとオラが自分で戦えるようになるまで精神修行っちゅうやつをすりゃいいしな。あんたらしい考え方だわ。とにかくそういうことだから、3人ともこれからもよろしくね。クローン、まるで鏡を見てるみたいだな。これだけ似てたら他人には絶対見分けがつかないぞ。18号さんは
俺とクローンを見分けてもらえなかったらショックだなんてこと。もし俺の姿でというわけで、お前が悪さをする前に。知らんねえな。まだまだ。
俺だけ叩けりゃ十分だ。なあ、俺の体に冷えてるおめえ、なかなかやるもんだな。ふぅ、カメハウスにいる18号さんとマーロンはだいこれだけ敵が多いと、カメハウスも危ないんじゃ。大丈夫さ。それはそうなんだけどさ、そうはっきり言われると傷つくぜ。ハハハ、わりわり。なっ、クリリン、どっかでものすげえ気を感じねえか。あ、本当だ。今まで戦ったクローンとは明らかに、もしかしてこの木ってセルじゃないか。確かに目のセルに比べっと小せえ木だけんど似てんな。けんどよ、相手の木を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16。そっか、あいつは人造人間だから木がねえんだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。お願い、やめてください。なんだこの野郎、よくも俺の嫁さんを。おう、誰かと思えば。おめえ、本当に復活したんだな。正直、おめえとはもう一度叩けてえと思ってたんだ。貴様と孫悟飯の息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞ。クリリン、そんな相手はオラがすっから、おめえは18号のとこへ行ってやれ。すまない、僕。18号さん。ダメだ、完全に意識を失ってる。あなたは。すみません、彼女は私を守るために。ちくしょうしらじらしい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。すみません、誰だか分かりませんが、18号さんのことをお願いします。俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと。18号以下の力しかない。一人守れずに夫を